のイベントは全国地域安全運動の一環として、身近な音楽を通じてより多くの地域住民の方に来場していただき、日頃から地域の安全に関わっている各種防犯団体、交通協力団体と連携して地域の皆様の防犯交通安全意識を高めていただこうという目的で企画させていただいたものであります。防犯そして交通安全は警察だけでなく、ご来場の皆様方、そして地域住民の皆様方のご協力がなければ推進できないものと考えておりますので、引き続き皆様方のご協力をお願いいたしまして、私の挨拶とさせていただきます。伊藤支部長、ありがとうございました。